マタイによる福音イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時弟子たちに「人々は人の子のことを何者だと言っているか?」とお尋ねになった弟子たちは言った「洗礼者ヨハネだ」という人もエリアだという人もいます他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいますイエスが言われたそれではあなた方は私を何者だというのかシモン・ペトロがあなたはメシア 生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった「シモンバルヨナあなたは幸いだあなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ私も言っておくあなたはペトロ私はこの岩の上に私の教会を建てる黄泉の力もこれに対抗できない私はあなたに天の国の鍵を授けるあなたが地上でつなぐことは 天井でもつながれるあなたが地上で解くことは天井でも解かれるそれからイエスはご自分がメシアであることとを誰にににも話さないようにと弟子たたちに命じられたこの時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。すると ペトロはイエスを脇を連れして勇め始めた。主要とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず、人間のことを思っている。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。